テレビ、子供向け番組誌。昭和時代にはお茶の間の中心にテレビが位置していました。これは昭和の子供たちとテレビとの絆を縦軸で振り返る企画です。昭和29年に喜劇人協会を結成することになる関東喜劇人の大御所3人、江野健、ロッパ、金五郎。彼らは皆早々期のテレビに貢献した最初の大スターたちでもありました。柳家金五郎は発明家の顔も持っており、選手の気質があったのでしょう。テレビ放送開始から1ヶ月も経たない時期に始まったジェスチャーに固定出演しました。この番組は実は寄席の大喜利でモノマネを当てる見立てという出し物がテレビ向きと考えた柳家金五郎が自ら NHK に持ち込んだ企画でした。金五郎は喋らないとと当初は難色を示されたため、週替わりの家庭ゲームの一つとして最初の頃は放送されていたのでした。やがて他のゲームは消えていき、人気があったジェスチャーは独立した番組になったのです。ジェスチャーはテレビ史で最初に特筆される人気番組と言ってよいでしょう。最初にテレビに本格的に登場した大スターと呼べる人物が榎本健一でした。彼がテレビに登場するようになった背景には次のような事情があります。創立初期の日本テレビでは社長の正力松太郎と深い関係にあった関西財界の大物小林一三の協力もありました。小林は日本のエンターテインメントの祖とも呼ぶべき人物で、本丸の阪急電鉄の他に宝塚歌劇団、東宝、日劇、帝劇、阪急ブレーブスといった娯楽を世間に供した人物です。早々期のテレビは全く力がなかったため、映画演劇界の警戒心も薄く、小林の支配下にあった組織や人材が日本テレビにいろいろと便宜を図っていたのでした。元日劇の舞台監督だった村越純三という日本テレビプロデューサーが声をかけて入社したのが河野和平です。河野は元江野健劇団の文芸部という経歴の持ち主でした。河野はテレビに江野健を使おうと局内で主張しました。開局2年目でまだ力のなかった日本テレビにとって江野健の高額なギャラは厳しいものでしたが、大スターがこぞってテレビにそっぽを向いていた時代に江野研究のスターが出てくれるということにかけたのでしょう。30分ドラマ1本の制作費が10万円の時代に1本10万円という出演料の江野研による連続ドラマが実現したのでした。その江野研の水戸黄門万有記は江野研が黄門を演じるというものではなく、彼は偽の黄門の金太という風来坊役でした。それでも一応の黄門ものということで、舞台設定は時代劇で、喜劇ではあっても、これがテレビ初の連続時代劇と分類される場合も多い番組です。やはり一時代を作った喜劇スターの木戸慎子と木戸慎太郎も、偽拡散役で出演という豪華な布陣でした。放送終了後には、テレビで江野健が見られたとの感謝の電話、手紙が日本テレビに寄せられたのでした。翌昭和30年、江野健と並び称された、もう一人の関東喜劇の雄、古川ロッパが、轟先生というコメディードラマに出演することになりました。轟先生は、読売新聞に連載されていた4コマ漫画で、昭和22年にロッパ主演で映画化されていました。映画版と同じロッパの主演が、まだ力の弱かったテレビで実現したのも、ロッパを俳優へと誘った小林一三の人脈が関係しています。帝劇社長の畑豊吉が、初期日本テレビの役員を務めており、彼がロッパを引っ張ってきたのでした。轟先生は月曜から土曜にかけて毎日放送された日本初の帯ドラマでした。大黒ぶどう酒が提供していたため、当初は大人向けに夜9時台以降に放送されていましたが、すぐに子供にも見られる夕方6時台に移動しました。人気が衰えたとはいえ、知名度抜群のロッパが出演しており、また初の漫画原作ドラマということで人気を博し、番組自体は昭和35年まで4年以上続くという長寿ドラマの先駆けともなりました。もっとも当時はまだドラマも生放送だったため、5分から15分という短い時間ながら週のうち6日も連続して生演技をする負担は容易に想像でき、ロッパはわずか5ヶ月で自ら降板したと言われます。2代目の轟先生は久保俊二が演じました。この轟先生に刺激を受けてか、柳家金五郎も漫画を元にしたおとらさんを企画し、
当時の TBS で大人気を博しました。これは夜8時以降の遅めの時間帯で放送されていましたが、人気の金五郎主演コメディということで、見ていた子供も多そうです。音楽コミックの元祖である、呆れたボーイズの一人として、戦前戦後の浅草を沸かせた増田キートンも、昭和30年4月という早い時期に、キートンの米探偵でテレビに登場しました。これは、SF の要素を盛り込んだ探偵もの喜劇という意欲作でした。彼ら、放送媒体登場前から活躍していた子さんの他にも、NHK ラジオの超人気番組だった日曜娯楽版で名を馳せた作曲家三木トリローのトリローグループから、三木のり平、河合坊ちゃ、丹下清子らが、早々期のテレビでも活躍しました。河合坊ちゃは、もともとラジオで放送されていたピヨピヨ大学というクイズ番組のチキン総長を演じていましたが、そのテレビ版でも、引き続きチキン総長として登場しました。子供向けクイズ番組の元祖のような番組です。三木のり平は、昭和30年2月に日本テレビで始まったテレビ千一夜で頭角を現しました。アメリカ MGM 映画のオープニングを真似て、ライオンの吠える声に合わせて、枠の中ののり平が口を開けるという開始演出が受け、真似をする子供たちが続出したといいます。さらに、この番組の演奏で活躍したのが、フランキー酒井とシティスリッカーズです。フランキーは様々な番組で活躍、さらには映画や司会にも進出して、多彩な才能を誇りました。この当時のシティスリッカーズでは、谷啓、植木仁、桜井千里ら、後にクレイジーキャッツに参加する面々も活躍していました。呆れたボーイズが開拓した関東音楽コメディの路線は、このように、三木トリローの冗談音楽グループや数々のバンドマンたちによって、脈々と受け継がれていったと言えるでしょう。このような関東お笑いタレントがテレビで活躍した早々期の後、普及期に入ると、遅れて始まった関西のテレビから、関西喜劇人が雪崩を打つように関東にも押し寄せてくることになるのですが、それは別の回で扱いましょう。人材不足が著しかった初期のテレビにおいて、子供から大人まで楽しめる番組を提供していた彼らお笑いタレントたちは、救世主とも言える存在だったのです。今日のおさらい。俳優や歌手の大スターは、テレビを敬遠していた早々期に、先進的に活躍し始めたのは、往年のお笑い大スターたちだった。エノケン・ロッパの二大巨頭のテレビ固定出演が実現したのは、創立期の日本テレビ相談役だった、日劇、東宝の小林一三関連の人脈が生かされていた。関東では、音楽を生かしたお笑いの伝統ができており、その路線に沿った、三木トリローモン流やコミックバンドから、非常に多数の初期テレビ人材が輩出された。以上、テレビが本格的に普及し始めたといわれる昭和34年より前の、本当にテレビの黎明期の話です。